体力をつける方法だって簡単だよ。歩みをやめないことさ。ということでさ、今回もやっていきましょうか。バイオハザードアリトーで、前回はですね、まあなんかいろいろとね、ワンちゃんがね、ワン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 っていうの出てきてね、まあなんか大変なことがたくさん起こったんですけれども、こっちの方で焦げ、わー。みんなピクピクしてるー。あ、おー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 おお。大変だな、こいつも。で、一番面白いの、こいつ。一番面白すぎるやろ。こんな綺麗に両足揃って倒れるかね。ねえ、向こうの方で待ってくれてるやつもいるけどさ、そんなやつにもうこっちからプレゼントしちゃうのか。あ、でも吹っ飛んでてない。ちょっとこれは面白いから、このまま残しておこう。あっちの方は吹っ飛んでて、情けだね、吹っ飛んでたー。ぴょーん。お前は相変わらずあれか、使い酔いか。風上にも置けねえやつだな。あ、でもね、こんなところで焦げ散らかしてたっけ。で、私ってどこに進んでいったらいいのか分からなくなっちゃってるということなんですけれども、あって、あそこでわーとかって。あれ、嘘。外に。そうなんですよね。だからご紹介するところっていうところが、あまりにも、もうなんかね、かぶり散らかしているっていうところなので、あまりね、ここが違いますよ、みたいなところっていうのは、ぶっちゃけね、ないっていうところなんですよね。ということなので、まずは、お帰りただいま、さようならなんか向こうに見えた銅像さんが、いきなりゾンビじゃないかなんていう、そんな恐怖心もあったりとかしたんだけど、そんなことはありませんでした、ということでね。まあ、そんなことを言いながら、こっちの方に戻っていくと、おそらく、なんかね、身に覚えのないやつが、テック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 、ワンテックつって歩いてるかもしれない。あ、ここにもあったんでね、このチラ、散らかってるやつね。で、こっちが入るね。そしたら、ドーンで、向こうの方から、わーっと飛んでくる。あれ、ここ2匹いなかったっけ。あれ、1匹だけか。焦げ、え焦げ、あ、ん、あ、いないね。こっち、こっちは、こっちも、いなーい。ってことは、ここはやっぱ一匹だけだったみたいですね。なんかもう怖すぎて声が上ずってるよ。おー、大丈夫かな。で、こっちの方チラチラって上がっていくと、なんか正面から、ゾン、いねえのかよ。いないんかーい。で、こっちの方でとりあえず、まあ、写真の現像からやっていこうということで、現像は現像で、現像で現像の現像です。はい、ね、全くもって日本語になってないし、何を言いたいのかさっぱりわからない。そして相変わらず謎のおばちゃん。あ、DJ マン、これは普通にやったことあるやつだったわー。はい。こういうね、やっぱりね、一回一回ね、もう見てしまうとね、やっぱもうプログラムの組み込み上仕方がないのかなーなんて思ったりはするんですけど、やっちまったらもうね、終わっちゃうっていうことなんでね。だからもう使い回してるところがないかっていうね、そういうね、ちょっとね、不届きボローみたいなものがないかだけをちょっとね、探っていきたいんだけど、とりあえずこれはくるくる回すのあっちだから、まずはじゃあこっちの方にすーん、焦げてる。相変わらずの焦げの景観。美味しく焼けました。いや、まあ、食べても美味しくないんだけどね。美味しそうに焼けたとしても、実際美味しいかどうかは別腹。バラ別。で、こっちの方進んでって、まあ、あっちの方、このね、真下とかもね、通ってやりたいなぁなんて思ったりするんですけど、通ったところでね、何もいないっていうね。あ、でもね、あいつが来たらめっちゃくちゃ欲しいというか、あいつっていうのはあいつですよ。あれ？あ、そっか。ダイヤの鍵ってもうこれで終わりなんだ。へぇ、バイバイ。バイバイ。あ、あれ？あ、ポータブルセーフが2個。ちょっと待って。ちょっと調べる。え、じゃあやっていきましょう。てれって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 、ピッ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 。あー、ややこしいね。ピッ、ってことは、ピッ、ちょ、ピッ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 、あは、あは。あー、なるほどね。ってことは、ピッ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 、あ、ちょ、こっちだった。あーん、あーん、あーん、なんで押した、間違えた。で、こっち、ちょ、もう。なんかめっちゃバカしてるわ。バカ、バカ。バカ、バカ。で、こっち。あちゃーん、ちゃうかったー。こっちで、こっち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 。くっそー。超ダサい。恥ずかしい。そんなことも言いながら、ででん。で、これって、アイテム拾い切ったらもう完成ですせ、みたいな。あー、一応あるっちゃある。でも、ちょっと待って。ここの廊下でなんか拾いアイテムってアンベア？ライベアよね。ないから、なんでずっと、あれなんだろう。あ、もしかしてあれか。もしかして、大事なことを教えるために、やっぱり、あった。なんとなくこれ拾い忘れてんじゃねって思ったら、その通りでした！じゃあここにアイテム、あ、なるほど、ね。じゃあメインホールにある、ハンドガンじゃなくて大型拳銃です。もう、これで OK。まあ、後でね、いや、まだ終わってないんでね、まだね、隠しアイテムが。これなんだ ?We are the world!We are the children!We are
the world。 イエイエイイエイ、もう声が出ない。でこっちの方に戻ってくると特に、何かが待ち受けてるわけでもなく、うわーなんかしん、これあれだね、最後のさ、水泳のバトンタッチをしようと思ったけどギリギリ届かないで生き耐えたみたいな、そんな感じになってるね。いやそれだろうな、リレー選手からしたらね、本当に。でまあまあ、まだね、安全です、安心安全をお届けできてますよ。まだね、怖いことは何も起こってないから安心してけろっていうことですね。でこっちの方に進んでいって、とりあえずやるべきことっていうのは、くる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 、あっちの方にね、まだねいないっていうのが不思議なんだよ。本当はたくさんいるはずなんだけど、たくさんというか、まあ、2匹なんだけどさ、2匹ドーンってバーってなって、うわーってなって、燃える燃える燃え燃えピピピ燃えピピピって、あれここのやつらは確か、もうもうお前いつまでキラキラ来て、あれちょっと待って、いなくなってるぞ。あれここら辺、ここで1匹さ、あれここで1匹俺やってなかった、ちょっとやってなかったのか。でここの1個問題点が、地下から行きたいけど地下行ったとて残念ながらまだ入れないんだよな。そうなんだよ、上から行くしかないんだよね。ここでチラ、このなんとかライフってやつさ、研究所になかったっけね。 It's my life! クッキングライフ、これほんとなんていう、ね、ハンティングか、物騒だな。こっちに関してはあれだもん、リッカーの脳みそみたいになってるけどね。うん、そういうことか。ピヨ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 、まあ、そんなこと言いながらこっちの持っていくそう、下、本当はね下を見学していきたかったんですけど、見学するためのね、あれがないから残念。ああこれもいらなくなってる。おいおい、オッケー。でこっちパコン切る。ああそれか、ちょっと予想外の武器出した。ということでこっちにチラッと、はい、いる一匹、二匹、チラ、気づくまであなたの背中を追いかけてみせよう。さあ歩いて歩いて。おお仲間よ大丈夫か。あ、意外と貴族意識があるのかな。へえ、仲間追いかけてってると思ったら仲間足気にしてるよ。おおすごいすごい、踏みつけてる踏みつけてる。よくも生前はいじめてくれて、まあ、このゾンビたちも生きているっていう設定なんだけどね、一応ね。うん。よくも、俺のことを生前はいじめてくれたなぁ、みたいな。これが本当の立場の違いだ、教えてやるよ。ちら。走るとバレ、あ、バレない。バレた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 まあ、髪の毛はいろいろめんどくさいよ。うん、年に何回かさ、坊主くらいに髪の毛短くしたりするけど、坊主にはしないけどね。坊主にはしないけど、坊主にビュー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 ビュがいた。うん、で、こっちの方にチラッと行くと、ブルーハーブがー見せられないんかい。で、ここにアイテムはもう他に、ナイスナイスナイス。で、ここでね、まあ、実はね、タイラントが休んでいるってことです。ああ、タイラントってもわかんないですよね。ごめんなさい。ロングコートダディ総長ですね。ロングコートダディ総長が、このね、マジカペライ、お、目玉みたいな花なんだけどさ、あ、ホーニューワン言いながらね、なんかね、こんなソファーで多分収まらない気がするんだけど、まあ、まあ、いいでしょ。そんなことを言いながら、ああ、燃えてるね。もっと燃えしてやろうじゃねえか。ってことでさあ、こっちから降りていきましょう。さあ、こっちに降りていったが最後、二度と戻ることはできた。降りた。戻りたいけど戻れない。意外と重さのあるはしごでございます。はい。うわぁ、大変だったねや。うげ、くそ。さあ、こっちをチラッと行きましょう。シュイー、無理。仕方がないね。じゃあここを拾って、でこっちの方も拾っておきましょう。ズンズン拾うよ、ズンズズン、語彙力のな。さて、じゃあこっちの方に行って、まあね、なんかね、警察署、おお、なんか目玉が2つ1つ、多分おそらくきっと排水溝だったってやつでね。なんかドアの向こうからドン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 言ってるけどね。あれなんか静まった。いやまだ動いてるね。ピク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 してるね。まるであれだね、放出しきった後の男性。
さあ、こっちに行こうか。てて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 てオレイてて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 。さあ、帰ろう。さあ、帰ろうか。やめろ。お姉ちゃん。ちょっと手前のやつだけ、手前のやつだけね。おしおしおし、いいね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 、来る？出てくる。あ、来た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 。手前のやつも、黒かったかな。ほいほいほい。あ、来た来た来た、そう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 。いいね、いいね、いいね、いいね。格好がたまらん畜生だよ。お、いいね、いいね。ペロ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 。あれ、ちょっと寸胴型かな。どうなんすかね。じゃあ、こっち向かってさよなら。超積極的いいね。あ、でも意外とやっぱ下半身しっかりしてんな。ちゃんと鍛えてる？足は普通のスニーカーっすね。まあでもね、あそこまで行ったら多分ね、やめろ。ここまで行ったら多分パッドがついてる型のやつだから普通にあれだよね。あ、レベルブラトップってことかな。まあでもね、このブラトップの足はね、まあちょっと燃えるような熱さを与えてあげますよ。あれどこ行った？どこ行った？あー、熱くなりすぎてんな。もっと熱くなれよみたいな状態。あ、でも意外とプルプルってやった。プル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 。まあ残念ながら僕はここに対しての性癖はないから、まあギリギリ健全な人間だったと思われます。無理。よし、じゃあこっち行って、まあ、中途半端なところではあるんですが、あーはーん、作れない。中途半端なところではあるんですが、一旦ね、これと、これと、これ、あ、これは持ってる。あ、でも、あれ、これもう一個、あ、そうか、あっちか。うん、オッケーオッケー。これも、持っていく必要があるから、じゃあこのあたりかな。レッドハーブは仕込んでなかったっすよね。あ、赤、青、黄色。こんなところかね。はい。で、あっちの間、こいつも持ってってた方がいいのか。いや、これはあれだね。最後の、あそこで手に入れればいいから。とりあえず、じゃあ、ブイーン。はい。じゃあね、今回の観光ツアーなんですけれども、まあ、この中に初めてね、入れたということなんですけども、相変わらずのね、時間が10時32分から動かないということでね、ここはどこにかけるのかって、ピザ10枚お願いしますってね、ベラ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 食べまくるとね、はい。ここで一体何を操作できるのかって、ここは何の部屋なのかってね、もう、積んどくがいっぱいしてますけどね、They killed him. 怖っ。彼らは彼を殺した。ああ、誹謗中傷みたいな話。まあね、誹謗中傷でね、亡くなられる方々っていうのがたくさん本当に多いんでね、もうそれをやった時点でね、もうな、自分が犯罪に加担しているんだっていうことに自覚をね、持ちなさいっていうか、普通なことなんだけど、まあ、残念ながらね、誹謗中傷する人たちっていうのは、まあ一般人とかけ離れすぎた IQ しかお持ちでないから、もうそういうことをする人たちっていうのは、ね、自分が殺したっていう感覚がね、一切ないっていう状態になっちゃいますからね、そこら辺はね、もう一線隠してね、あ、もうこいつら話が通用しないっていうか、まあ人類と共に歩むことができないくらいの知能なんだなっていうふうにも割り切っていくしかないっていうところですね。はい。というような、まあ、最後にちょっと謎の話をしましたけれども、今回はツアーガイド以上とさせていただきます。ぜひね、チャンネル、チョコレートバーテンダー、グッドバーランをね、よろしくお願いいたします。ではまた次回、